私のチャンネルへようこそ。 JBN1 ビュー。新曲群青の弦のサプライズ発表もあった21回目の清志、この夜の感動に夢なら覚めない。こんばんは。東京国際フォーラムホール A で開催された清志この夜ボル21の夜の部に参加させていただきました。拳を聴かせた王道また旅演歌から愛の嵐のリリアーナカバーにを彷彿させるセクシーで大敗的なキーアイナモッダー、これが同じ一人のアーティストなのと驚き感動しています。めくるめく展開に夢を見ているような感覚になってきて、夢なら覚めないで、そして時間よ止まれと思わずにはいられませんでした。帰宅してキーアイスパーティから氷川清と最高な夜からの録画を見てから、ブログにアップする画像をチェックしていたら日付が変わって12月15日、今日は昼夜に公演参加できることに、あの夢の世界にまた身を置くことができる幸せを感じています。香取慎吾さんとクリスマスイブをコラボされたことは事前にお知らせがありましたが、ハッピーまでコラボしてくださるなんて。山里亮太さんも二人を盛り上げてくださりありがとうございます。番組の反響でしょうか、清志さんのインスタグラムのフォロワー数が一気に数千人単位で増えていますね。から香取さんの熱烈ファンの皆さんが清志さんのことを認めて興味を抱いてくださったのかなと嬉しくなりました。 NHK の音楽バラエティ番組は清志とこの夜以来10年ぶりになりますが、ぜひ月1レギュラーか、本当は毎週がいいのですが収録が大変ですものね。してほしいですね。そんな皆さんのお声はぜひこちらから NHK さんに。山里さんはオリーブの苗木を、香取さんはご自身がプロデュースするブランドヤンチェオンテンバールの赤いコートをプレゼントしてくださいました。人の悪口ばかり言っていたら奥様の青井優さんが植物育てようねとおっしゃって育て始めたという素敵なエピソードに直談。香取さんがインスタ見てるけど普段は黒ばっかり着てるからと3人の飾らないやりとりが楽しかったです。では以下は清志この夜ボル21のことをからで、かなり舞い上がっています。開演前に廊下で彦摩呂さんに遭遇して、あれどこかでお会いしたことがあると目が合った瞬間の優しい笑顔に、ようやく彦摩呂さんと、とても素敵な方ですね。また開演10分前くらいに湯川玲子先生もご来場され、すぐ近くを通られたので皆さんと一緒に拍手を送らせていただくと、その場で会釈してくださいました。ホールが暗転して開演のブザーが鳴り響き、いよいよ開演となるとドラムがロール音を奏で、それに合わせて大きな手拍子が起こりました。さてオープニングはどの曲だったでしょう。正直全く想像していなかった曲でした。というのも12月22日に発売される旅歌スペシャルボックスに収録されている未発表曲だったからなのです。その曲とはダイヤモンド富士でした。衣装は白で大きな襟のついたロングジャケット、ふんわりとした素材でローブのようです。で袖口に長いレースの袖飾りがついています。ブラウスもパンツも靴も白。ブラウスの前面とウエスト、ジャケットの襟、縁に銀糸の刺繍とスワロフスキーが散りばめられ、キラキラと輝いていました。ステージの後方にはゴツの長方形のスクリーンが並び、中央が大きめになっています。邸宅を思わせる左右の白い柱にはランプを思わせるライトが点灯しています。ステージ中央にはセンター階段があり、中段に踊り場と、その点は今年のコンサートツアーと似た仕様になっていますが、その上段に登場され、ゴツのスクリーンに映し出されたダイヤモンド富士の映像をバックに歌われました。階段を降り、南風、戯れのエチュード、星空のメモリーズを歌われると、ステージは暗転。スクリーンに、清志この夜ボル21のロゴが映し出され、星空のメモリーズがバンド演奏されました。続いては、黒の演技服、シャツとベストは白、
超タイト、靴は黒にお召し替えされ、松山空港、風の、ツアノの2曲を披露されましたが、どちらも演歌テイストの曲で、ツヤ繰り返した声と、拳のようなビブラートが心地よく響いたのです。司会の西より東さんの曲振りもこのコーナーから入りました。ここでオープニングトークとなり、開口一番。皆さん、こんにちは。あっつ、こんばんはか、しょう。お待ちしておりましたから。とご挨拶されると。このコンサートも21回目。2001年から始まりました。24歳の時でした。このような大きなホールでコンサートをすることになって、緊張して、ピリオド。緊張しすぎて熱が出てしまって、40度の高熱でステージに立っていました。そんな思い出もある一年に一度の大切なショーです。拍手の音、いいですね。それが生きがいなの。宇宙一の演奏は皆さんの拍手です。これから怒涛のように歌いますが、昨年のメニューとはまた変えて、44歳になりましたので、大人なムードで歌いたいと思います。昨年、他界された中西玲先生のことをお話しされると、母をステージ中段に座ってギター演奏のみで歌われ、星空の明子をピアノ演奏のみでしっとりと歌唱。全く趣の違う曲に聞こえてきて、曲が約20年を経て、清さんと共に成長したようにも感じて、知らずと涙が溢れたのです。さらに、未練心で、女心の極みをギター伴奏で披露。ここまでの3曲を聴いていたら、セルフカバーという言葉が浮かびました。ベニドレスを軽快なステップを踏みながら、踊るように華やかに歌われると、清のずんどこぶし。では、ステージ髪型から7色に輝く HK のロゴの電飾が降りてきて、久々にオリジナルアレンジで歌われました。この流れで聞くと新鮮ですが、ここのところはアップテンポのアレンジで聞いていたので、ちょっとまったりした印象を受けつつも、この感じが清さんが時々おっしゃる安心感というもので、それを心地よく感じられる方もおられるのだろうな、と改めて思ったのです。ステージは暗転し、西寄さんがステージに登場され、このスペシャルコンサートのこと、2002年からスタートしたコンサートツアーのことをインフォメーションされ、今年はコロナ災いで通常ですと年間80日間160公演くらいを開催するのですが27日間54公演。回数は少なかったですが、嬉しいこともありました。岡山市民会館で2500回目を迎えて、今年のツアーファイナルとなった広島公演で2542回となりました。これは、今日のようなスペシャルコンサートや、ディナーショー、周年コンサートを含めない純粋に、コンサートツアーだけの回数です。と、偉業を称えてくださいました。ここで和装の清さんが登場。群青色の着物に袴も濃い群青でしょうか？髪は若武者風に結い上げ、ポニーテール、髪留めも群青色。草履の鼻緒は黒でしょうか？白足袋でした。驚くことに、白雲の白をアカペラで歌われ、半ばからギター伴奏がつき、後半でバイオリンとキーボードも加わっていたと思います。あまりにも生々な歌声にどうしていいのかわからないほど心揺れる感動を味わい涙がこぼれました。一見、越後のすすぎ次郎、花の渡り鳥、大追っかけ、音次郎、箱根八里の半次郎を一気に歌われました。西寄さんを交えてのトークとなり、コンサートの時は一日中会館の中にいるので昼も夜もわからないんですよ。昨日はここでリハーサルをしましたけど、1ヶ月くらい前からどうしようかなってこのコンサートのことを考え始めました。何もないところから作っていくのは大変だけど、とにかく考えて、準備して、皆さんに喜ばれることが励みになります。西寄さんがレコード大賞への22年連続出演と、紅白歌合戦への22回連続出場を祝福されると、ありがたいんですけどなんか出たがりみたいに思われたら嫌だなって。なんかそういうの気にしちゃう。基本、
気が強いんですけど、じゃないと、こんな仕事やってられないから、苦笑。ね、ああしろ、こうしろって、ああしろって、もうあっちこちから言われて。それを全部聞いて、必死でやっていて出来上がったのが、氷川きよしだと思います。だからサイボーグです。自分のことを考える余裕がなかったけど、コロナ災いで時間ができて、ちゃんと自分と向き合える時間になりました。飲食業とか大変な思いをされている方もたくさんいると思うけど、でも自分は自分にとって大切な時間にすることができました。デビューしてからも言えないようなこともたくさんあったんですよから。福岡時代のこととか、トラウマになっていてこれまでずっと言えなかった。でもそれが詩を書く原動力になったんです。苦しみこそが芸術を生むんだなって思います。来年22年目に突入しますが、テレビとかメディアは一部分を切り取ったものですが、ライブは丸ごとの氷川きよしを楽しんでいただけます。自分の未来はどんな風になるんでしょう？わかりませんねから。もちろんこうなりたいという夢はありますけどね。人に嫌われたくない、誰からも好かれたいという思いでやってきましたけど、今は人からどう思われるか気にせず、そのことで、嫌われても、いいって思えるようになりました。ステージが暗転すると、バンド演奏に、きよしこの夜が演奏される、中スクリーンには雪が降るモノトーンの街の夜景をバックにこれまでのきよしこの夜のパンフレットの表紙が2001年から遡って映し出されて今年の最新のものになると大写しになったのです。ここで、ラフなピンクの衣装にお召し返されたきよしさんが登場されました。白地に縦ストライプのロング丈のシャツに、そのシャツの生地を部分あしらったピンクのショート丈のジャケットを羽織り、ボトムスはぴったりしたピンク色のラメ付きスパッツで、靴もピンク色、耳にはピンクのトライアングル型のピアスをされ、やはりピンクのラメ付きのサコッシュをかけていました。ちなみにジャケットの背には、ピンクのラインストーンでキーアイナイのロゴが、ハッピー。お階段上段で蛍光ピンクの自転車に乗り、その場で漕ぎながら歌われると、階段を降り、It's a Merry Christmas! ベリーメリーズマス！と、3曲を歌ってくださいました。いよいよお別れの時間が近づいてきました。最後までありがとうございました。元気が出ない時は、ぜひ、ハッピー。と、森を抜けて、の CD を聴いてください。幸せになれますよから。否定も批判もいらないんだよ、人生には。それぞれの幸せあって、幸せの価値観が違う。それでいいんだって思わせてくれるのが、森を抜けて、という曲です。作家の林真理子先生が書いてくださいました。一生、大切に歌っていきたい曲です。そうおっしゃると、ステージの階段に腰掛けられ、森を抜けて、を、誠実にダイナミックに歌われ、氷川きよしという精神な深い森へと誘ってくださったのです。歌い終えると、さよなら。と手を振って、ステージ上手袖へと、そこでまたとどまって、何度も手を振られると、一時退席。そして、バンドメンバーの皆さんも一度ステージ袖へと、ピリオド。その瞬間から、アンコールの手拍子。ザ・カバーズ、見ていただけましたか？年末にまた番組、のフェス、があって、それはホールで収録したんですけど、自分も何曲が歌っています。すごく楽しい収録でした。曲はまだ言っちゃダメなのかな？あっつ、でもこれはいいと思うんですけど、粉雪、を歌っています。自分で言うのもなんですけど、うまく歌えたかなって、しょう。えっつ、だって自分で褒めないと誰も褒めてくれないでしょ。で、きよしさん、収録に参加させていただきましたけど、本当に絶品カバーで感激しました。ご自身でも深い心の歌唱だったのですねから。ここでバンドメンバー紹介となり、トランペットの丸木秀春さん、ピアノの河合英文さんの紹介もありました。もう一人のトランペットの小沢さんに、いつからトランペットを？と、お尋ねになり、13歳からとのお答えに、自分は5歳から歌っていました。旅行か何かに行った時、
親戚の岩田のおばちゃんに歌ってって言われて、松田聖子さんの赤いスイートピーを人前で初めて歌いました。とお話しされました。ピアノの河合さんを紹介された時、フォックスコンでもお世話になりました。演奏が心には入ってくるんですよね。素晴らしいです。あっつ、これまでバンドメンバーだった国友くんも良かったんですよ。でも、彼は卒業だから。と、国友さんへのさりげない賛辞と感謝の思いが感じられて、ジンときました。西寄さんを紹介されると、西寄さんがボーカリスト、キーですと、清さんを紹介されると、重大発表がある旨のお知らせ。ピリオド。それを受けて、来年実は、ピリオド。ハーフーから、と、じらし気味に言いよどまれると、ショー、新曲が出ます。一点、明るいトーンでおしゃり。久しぶりの演歌です。まあ、そういう言い方はしますけど、ジャンルやカテゴライズって何？って思っています。人間でしょ、人柄でしょって。タイトルは、群青の弦、糸、と言います。お正月に、スーパーとかどこへ行ってもかかっている曲あります。ステージが暗転すると、群青の弦、糸、の MV の断片と思われる映像に加えて、旅歌ボックス、はじめ最近の撮影時の映像やショットがスクリーンに映し出れる中、春の海のバンド演奏となりました。バンド演奏が終わると、暗転したままのステージ右手袖に、紫のドレスをまとった清さんの姿が、ピリオド。髪には羽付きの紫のヘッドドレスを飾っていました。気合いな降臨。そんな言葉が浮かびました。清さんは、そのままステージ中央へと歩まれ、ライトで照らされると、You are you released でまとった漆黒のドレスをさらにバージョンアップされていることが一目で分かったのです。ドレスのスカートが一層ゴージャスに広がっていたので、ウエストがびっくりするほどキュッと細く見え、胸元にはフリルはなく、グラマラスな女性だったら胸の谷間が覗く部分がシースルーになっていて、ドッキリ。視覚的には素肌が覗いているように見えますが、それはレースのボディスーツ同様、実際にはシースルーではないのでしょう。そう、わかっていても美しい胸元にも視線が釘付けになり、ドキドキ、そしてうっとりしたのです。紫の単語、生まれてきたら愛すればいい。この2曲をリリックプロジェクションという手法で歌詞をデザイン処理してスクリーンに映し出しながら歌ってくださいました。生まれてきたら愛すればいいのラストでステージにしゃがみ込まれたので美しいドレスの裾が大きく広がって、ピリオド。気合いな絵の高潔で芳しい香りが漂ってくるように感じたのです。ステージは暗転。ここで、だからあなたも生き抜いて、が、You are you released の映像が流れる中、演奏されました。バンド演奏なのですが、部分、清さんの歌声も流れて、その瞬間、ドキッとする自分に、やはり、清さんの歌声は唯一無二なのだと改めて思ったのです。ステージ後方のスクリーンに、キーアイナオスクエアで縁取ったキーアイナへのロゴが映し出されると、ステージ上手から清さんが登場され、下手よりに置かれたバイクにしなだれかかるようにまたがって歌い出されました。お尻の形がキュートに強調されていて、ドキドキッツ。目のやり場に困るからと思いつつ、しっかり見ていた私です。汗。軍帽のようなハットには真っ赤なラインストーンのキーアイナへのロゴが光っています。鮮やかな赤のショート丈のジャケットの裾はフリル仕様。胸元がパックリと開いていて、中はベージュ一式のインナー。よく見たらメッシュ柄が描かれていました。首にはラメ入りの黒の帽帯をつけているだけなので、まるで素肌の上にジャケットを羽織っているだけのように見えます。もう、セクシーすぎる。丈の長い黒ラメの手袋をはめていました。ボトムスは、サイドが網タイツ風になっているレギンスと言って良いでしょうか？おはき黒のロングブーツのヒールはクリアタイプのようで、透明時にシルバーに光見る方向によってはピンヒール風でまたまた、セクシー。語弊があるといけないので、あくまで私の試験ですが、映画、愛の嵐、のリリアナカバーニと、
その後のその世界観に触発されたであろうエロチックアーミーなテイストにうっとりしたのです。あっつ、まだ歌唱された曲目を書いていませんでしたね。感。グラマラスバタフライ。を、1コーラス目はバイクにまたがったままで、そして、限界突破かけるサバイバー。歌われました。もしかしたら、ピンクのジャケットの下は全て繋がっているボディスーツなのでしょうか ?15 日はもう少し前席なので、しっかり見てきますので、ご期待くださいませから。アンコールは、ラストの衣装のジャケットを脱がれたラフなスタイルで登場されました。オープニングからゴージャスでシックで美麗な衣装で楽しませてくださってきたこのショーのラストで、その自分を伝えたいと思われてのことだと感じて、胸がいっぱいになりました。思えば20周年記念コンサートでもそうでしたものね。清さんの真心を感じた瞬間でもありました。今、一番歌いたい曲を選ばれたのでしょう。今年のツアーのアンコールと同様の曲目、曲順に、セットリストにもどれほどこだわっておられるかを感じたのです。ウォーク。を歌われると、エイトドのアルバムには入っていましたっけ?カップリング?すみません。リリースものが多くてとっさにわかんなくなっちゃった。とにかく CD には入っています。自分の思いを伝えたくて作詞するように書くようになりました。自分の思い、ピリオド、あんまり言わない方がいいとか、言わないでっていうファンの方もいらっしゃると思うんですけど、でも伝えたいから、公人の仕事をしているといろんなことを言われます。否定されたり、批判されたり、人って否定したり、批判すると偉くなった気がするんでしょうね。マウント取った気になる。自分は子供の頃から死ねばいいって言われて、それでも生きてきたから、トラウマで今までそのことを言えなかった。ピリオド。でも、それが宝、You Are You という曲をかけたと思います。この日は、福岡時代の話せないことと、中盤のトークでもおっしゃっていましたが、ここでさらに話してくださいました。死ねばいいなんて言われたことがあったなんて。ピリオド。傷ついた心の傷は今も消えるということはないのでしょう。私などには想像もつかない言えない傷とその痛み。ピリオド。でもそこから生まれる曲や、氷川きよしの歌唱が、これからどれほど多くの人たちを励まし、救いとなっていくのかは、私には想像できます。You Are You。そして、青し、を歌って、大エンディングとなりました。アンコール3曲を含めて七変化、全29曲となるでしょうか。時空も性別も超えた奇跡の、そして2022年に未来へとつながっていく素晴らしいコンサート。夢ならこのまま覚めないで。感動の涙を手で拭いながら、そう思わずにはいられませんでした。米印以上、駆け足での更新で失礼します。昨日は仕事で朝早めに外出していたので、そろそろ眠らないとエネルギーつきそうです。今日は昼夜参加させていただくので、正直心にまだ余裕があるのです。でも4公演目には夢なら覚めないで、そして時間よ止まれ、という思いで、清さんの歌を聴き、一挙手一投足、その瞬きさえも見つめて見つめて、ピリオド。同じ時間を同じ空間で過ごさせていただきたいと思います。丸記事にリアクションしてみませんか?私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。